去る者は日にもって疎く、来る者は日にもって親しむ。各門を入れて直視すれば、ただ丘と塚とを見るのみ。コボは好かれて他となり、小白は砕かれて薪となる。え、何？孔明何言ってるの？死んだ奴は生きてる奴と違ってすぐ忘れられる。外に出ても丘と墓しか見えない。生きるため墓は耕され田畑になり、木は切られて薪にされる。監視か。すごっ。白陽皮膚多く、少々として人を収殺す。元の利慮に帰らんと思い、帰らんと欲するも道よるなし。風の音も寂しく、故郷に帰りたくても帰る方法がない。孔明、実家に帰れないのか。帰れないんだよ。俺だって無邪気にラップを楽しんでた、あの頃には。ですが私はもう故郷へ帰りたいと思っていない。なぜなら一人の歌姫と出会ったからです。共に見たいと思いませんか？過去ではなく未来を。未来？未来？どうした壁？アンサーしろ、アンサー！どうしました？あなたのターンですよ、壁大人さん。